近大地光介悪魔の長治悪魔の長治は横溝正子の長編推理小説近大地光介シリーズの一つ面白クラブ1958年7月号から1959年7月号に掲載され角川文庫悪魔の長治に収録されているまた女性漫画家 JET によりコミカライズされた名探偵近大地光介をして これほどえげつない思考を持った犯人を他に知らないと言わしめた殺人犯が出現する。作中で悪魔の長寿と命名された犯人は防水レインコートとコム製の長靴、フードをすっぽり頭からかぶり、黒革の手袋をはめ、大きな黒眼鏡と下布で顔を隠した雨男としてもっぱら雨の日に出没する。この紛争によって、 複数人物が同一人物を装うことが可能になるというのが、作中の早い段階で、近代地の雨を巧みに利用しているというセリフにより、明らかにされる重要なトリックである。実際、雨男に憤していた人物は、犯人に操られていた被害者や単に模倣していたものも含めて5人いたことが、最終的に明らかになる。本作は、 悪魔の手マリりタの連載が後半に及ぶ頃に、同時並行で連載開始し、正当専門誌、宝石に拡張を高いものを書く一方で、大衆雑誌に、こんなエロクロを書くとは、という硬派な球団が寄せられたというエピソードが有名である。しかし、本作の描写は、幽霊男や、吸血画のような血がまぐさい猟奇趣味ではなく、ミスディレクションの活用やトリックの先進性など、 本格推理の骨法がきちんと保たれた作品である。1958年6月18日、雨男が吉祥寺の本屋、実月堂に現れて、はがきの印刷を依頼する。内容は一組のカップルが外遊に出るという挨拶状であったが、夫婦かと思いきや二人の性が異なっていた。そして、そのうち何枚かにまがまがしい黒枠が墨で施され、6月28日に、 風間金吾の愛人たちに届けられる。風間は闇行為で巨万の富を得た元職業軍人で戦後派の怪物の一人である信仰実業家であり、挨拶上は風間の妻、美希子と彼女の肖像画を描いていた画家の青年、石川博士の連名になっていた。不安を抱いた三人の愛人たちが、その一人、 上太鼓が経営する高級酒場、カステロのホステスでヒロシの妹でもあるサナイを連れて、兄弟の住居を訪れ、ミキコとヒロシの心中に見せかけられた現場を発見する。ミキコはすでに息絶えており、ヒロシはまだ息があった。カステロの常連で、サナイに淡い思いを抱いていた、尊ートに一方の記者、水込みサンタが、ふーんただならぬものを感じて微行してきていた。 さらに、風間も挨拶状を持って現れる。サンタは事件を記事にしようとするが、サナイの兄が自殺法除罪に問われる可能性を指摘されて、思いとどまる。しかし翌朝には、風間が密かに自宅に運んだ、三木子の遺体が何者かに盗まれる。風間は、自分の事業は、個人的なスキャンダルでは、猛ビくともしないことから、犯人の狙いは、個人的な炎婚 復讐だと判断し、サンタにスクープ差し止めと引き換えで、情報提供を約するとともに、同性のドケミや、風間俊読を介して面識があった、近代地光介に調査を依頼する。また、広志が退院したら、サナイと共に、自邸内の執事宿舎に引き取ることにした。風間は自分に復讐を考える者として、ミキコの前部、有島忠弘と自分の前妻、 もちづきをあげ、サンタは、趣旨の経営する老人形館へ出向く。休みだと追い返されるがシニアに忍び込み日、風間の五人の最小たちの老人形を発見した、ところで趣旨に発見され銃殺されそうになる。しかし、先に潜入して隠れていた近代地が照明を、消したので脱出することができた。七月十三日、趣旨の上布でもある人形師、猿丸子と黒田亀吉の工房に、 雨男が現れ、君よの写真を示して、人形制作を依頼する。7月25日、風間の愛人の一人、保坂君よが経営する、美容院、ブーケが8月1日から丸の内へ進出するのに、先立って、新しい店で、カクテルパーティーが開かれた。しかし、君よは、眉夕から、行方不明で、代理と称する男から、 ドラマチックな登場を計画していると電話があったきり。さらに、雨男が入り口でサナイを呼び止めて、風間に鍵を渡す。よう以来、朝のうちに届いていた箱をその鍵で開けると、黒が目が、老人形で作った風間と君よが上校している、様子のオブジェの、君よの部分が、本人の死体に入れ替わったものだった。君よは美紀子が心中に見せかけて殺害されたとき、 見当たらなかった帯締めで考察されていた。君よ殺害の代々的報道が避けられない状況になったので、風間はサンタが美木子の偽装心中と死体紛失をスクープするのを解禁。翌日の東都日報は記録的な売れ行きとなる。広ロは強い麻薬を注射されたことによる精神の異常が完全には回復していなかったが、7月28日から事情聴取が始まる。 8月15日に最後の精神鑑定があり、その結果を担当の古垣博士が発表することになるが、広氏の神経に負担をかけないため、発表中にこっそり退院させることにしていた。しかし、待っていた運転手が殴られて混沌している間に、偽の運転手がサナエと広氏を連れ去ってしまい、薬を注射されたサナエだけが翌朝上野公園で発見される。 9月4日、風間の世間に知られていない愛人である、湯浅明美拓を訪ねたサンタは、風間に、及川澄子のことを訪ねる。近代地が調査していることをつかんで、何者なのか、風間に確認しようとしたのだが、風間は自分の人生を、ちらと影のように横切っただけの過去の女だとしか、認識していなかった。そこへ、風間のもう一人の愛人、 宮武マスエが行方不明になっているという知らせが入る。轟警部が関係者を風間邸に集めて事情を聞いているところへサンタからマスエの死体を発見したとの知らせが入る。サンタは君を殺害後に老人形館へ再び潜入して黒メが雨男を尾行して隠れがを突き止めたことを掴んでおり、それを手がかりにその隠れ家がが 正常の町外れにあるハイアトリエだと突き止め、そこで死体を発見したのである。マスエは考察されており、背後から視察された黒亀の死体と上校している形に組まれていた。正常書に呼ばれた趣旨は犯人からの電話による信託に基づいて行動していたことを供述する。黒亀も当日早朝に信託に従って出かけていた。味方と思っていた。 信託に裏切られて黒亀を失った上、正常所の控室で風間と二人残されたことなども重なり、主子は発作を起こして倒れ、そのまま発狂してしまう。サンタは黒亀がマスエの死体と主観に及んでいた、ことから最初に、老人形館へ潜入したと聞こえた、黒亀の喘ぎ声がミキコとの主観である、可能性に気づいて、老人形館へ向かい、一度警察が調べて、 問題なしとなった、ミキ子の老人形の中に死体が隠されているのを発見する。また、地下には広志が監禁されていた。一方、発狂して病院に収容された種子はオートミールに仕込まれた生産狩りで毒殺される。9月10日、小石川小日向大町で、及川隅子について調べていた近代地が狙撃されて、左肩を負傷し、 翌日には渋滞だと新聞報道される。近代地に輸血するため病院を訪れていた風間は、9日の夜に会見する予定だったただひが約束のホテルの部屋へ来なかったという情報をとどろきに伝える。ただひはサンタが、明美宅を訪ねる直前に明美と風間の情報を盗撮しており、それをネタに、自分の別居中の妻である明美を風間に売りつけようとしていたらしい。 そして、忠だは、ホテルの約束の部屋の一階上の部屋で、太鼓と共に、死体で発見される。全裸の太鼓を、自分も全裸になって撮影しているポーズになっていた。忠だが明美を奪われた腹い牲に、太鼓をくどいて関係していたことも、明らかになった。サンタは、風間が病院に宿泊するために、さなえを呼んだことにショックを受け、 事実を確認しようと9月18日に意を決して、風間邸へ侵入し、サナいと風間の常時を目撃する。アパートに帰ったサンタは、轟きに渋谷商島へ呼び出され、明美の未完成の邸宅の1階の広間に潜む。雨男がやってきて、明美を襲うが、風間と近代地も加わって取り押さえる。雨男の正体は、サナいで、服毒自殺していた。一方の広は、 強い麻薬を使い分けて、専門家も欺いたつもりだったが、結局は精神状態に異常をきたして、精神病院に収容される。10月下旬、風間が、サンタも含めた関係者を招待し、早めに到着したサンタは、風間が来る前に、近代地から真相を聞く。近代地は、風間の過去を調査しているうちに住みこの存在を発見、風間に捨てられて、 半年も経ってから自殺したことに疑問を持った。一方、広ロの出生は、住子の自殺の直前で、父、渡るはその少し前まで服役していたので実施ではありえない。つまり、広ロは、風間と住子の子で、住子は広ロが姉、ふさの子として入籍されるのを待って自殺したと考えられる。本来なら風間の莫大な財産を相続できる、はずの広ロは、 証人が死に絶えていて請求権を行使できないため、いかなる手段を労してでも、戸籍上の妹で、実は十枚であり、丈夫でもあったサナに財産を相続させようとした。サナも競争相手を全部倒して自分がミキコの後釜になろうとした。広ロは近代地が渋滞という報道を疑って、サナに慎重さを求めていたが、 アケミが妊娠していることを知っていたサナエは落ち着いていられなかった。サンタはサナエがカザマ邸に引き取られたことで関係が始まったと思っていたが、実は以前から関係していた。カザマはカステロのホステスであるサナエとの関係をマダム・タエコに知られるわけにはいかず、サンタのサナエへの恋心を利用しようとしていたため、サンタにも隠し、従って金大地にも隠していた。 真相説明が一通り終わったところへ、風間が新婦人となった梅子を伴って晴れやかな顔で近づいてきた。梅子の腹はそろそろ人目につきそうになっていた。JET によりコミカライズされて、名探偵、近代地公介シリーズ悪魔の長寿として、ミステリーデラックスに掲載された。アスカコミックスデラックスより刊行されたコミックスには、同じく JET が漫画化した短編。 花園の悪魔も一緒に収録されている。ありがとうございます。